こんにちは、今日は、たくさんの方に、僕らの映画をですね、ご覧いただいて本当にありがとうございます。実は今ちょっと宇都宮駅でですね、ちょっとわーわーと周りのうるさい中なんですけども、今日の主催の成田さんはですね、実は内容も何もわからないのに、僕たちが作る映画だったら絶対大丈夫だっていう信じてくれる気持ちで上映会の手を挙げてくれたっていう、本当に全国で47都道府県67人のその一人が、成田さんなんですけど、実は彼が主催で9月から、五円紬大学という、これはもう僕のもうオリジナル勉強会なんですけれども、これはですね、実は今回全国で8カ所、仙台、東京、長野、それから大阪、徳島、鹿児島、あと島根、山口と、この8カ所で、実は、みんなで同時に同じようなことを勉強しています。5回コースで、僕は一番最初と最後にお邪魔するんですけれども、実は今回のこの五円紬大学っていうのは、日本中のその地域で同じことをみんなで勉強しながらですね、この T シャツもまさに日台友好って書いてありますけど、僕が3ヶ月前にその台湾に行って、日本以上に日本、それをすごいもう涙ながらに学んできたこと、そのリップンチェンシンというですね、台湾では実は最高の褒め言葉なんです。例えば自分のやってる仕事に誇りを持ってる、なんかそういう時にね、いやリップンチェンシンだね、いわゆる日本精神っていう意味なんですけれども、例えば約束の時間よりも早くから待ってたりとかで、約束を守ること、自分の仕事に誇りを持つこと、そして自分のこと以上に他人のことを一生懸命やろうとする、そういう人たちのことを台湾ではですね、リップンチェンシン、日本精神っていう素晴らしい言葉が残ってて、僕たちは実は台湾に行ってですね、すごくある意味恥ずかしい思いも少ししてきました。だけどそれを今から僕たちね、6年後の東京オリンピックにめがけて、何か今回のこの五円紬大学は、僕が何かをお教えするとかですね、そういうんじゃないんです。実はみんなで何か一つの大きなテーマを考えて、一人一人の中に実は先生がいるんじゃないのかなと。で、自分たちで決めたことを、その自分で自分自身を乗り越えていくという、そういう生きる意味での力強さをですね、みんなで、手に入れていこうじゃないかと。そしてそういう世界に誇れる日本人っていう、そういうものをテーマにみんなで勉強していこうという、それが今回の五円紬大学、全国8カ所で、同じようなことを勉強しながら、ある意味日本がとっても狭く感じたり、そして日本中にこう友人ができたり、そして各地域でいろんなことをやりながら、日本人のもてなしの心をですね、ぜひこう世界に伝える一つの大きなきっかけになるような、そういう学びの場にしたいなというふうに考えて、今日本中でいろいろと勉強しています。東京は9月からスタートしますので、ぜひそういうビジネス系の勉強会とは少し違いますけれども、自分自身のこう意識レベルとかですね、日本人としての自分のこの誇りを持つような、そういうきっかけになるような勉強会にしたいなということを考えてますので、ぜひ今回のこの何のためにというこの映画もですね、ある意味ではこう入り口じゃないのかな。この映画も捉え方は人によってバラバラだと思うんですけれども、ぜひ自分の中の大きなテーマを探して、その探ったテーマをぜひこう乗り越えていきながら、自分自身でこうなんかね、自分の薄皮を剥がしていきながら成長していく、そういう学びの場にしていきたいなと思っておりますので、ぜひ、この映画をご覧になって、何かこうご縁のできた皆さんと同じように学びが一緒にこう紡いでいけたら嬉しいな、そんな思いで、9月からスタートしていきますので、ぜひ、ご興味ある方はですね、主催の成田さんにぜひ、お声かけていただいて、一緒に学んでくれたら嬉しいなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。